恋の起源、愛し続けたガラパゴス。ボタンの手触り、畳む仕草よ。レジェンドストーリー、今回はガラパゴスへやってきました。では早速 DNA と DHA へ。いざ出陣。お、いきなり、いきなり巨星ヌ、地面を突き刺す巨星ヌがやってきました。あ、危ない。タコツボの頭がギリギリ。タコツボの頭は柔らかいからね。きっとタコだから。お手柔らかに。よし。いいぞ。早速前田刑事出発しました。出た真っ黒軍団。きっとね、たっちゃんは一人じゃね戦えないんだよ。いるよね、たっちゃんみたいなタイプね。誰かとつるんでるとね、なんか気が大きくなっちゃうね。クロノストリア行きました。消えた。なんかいい感じじゃない、これは。前田刑事、2本目の桜をどっかから引き抜いてきたようです。あ、マツクローゾー消えた。巨星ヌとあとタッちゃんか。あ、城とともに消えました。勝ちました。では続いては夕焼けの密漁者、いざ出陣。デコタコツボ、ここでも波動打ち消しの大役をお願いしてます。綺麗ですね、なんか夕焼けですね、背景がね。あ、なんだこれ、なんか、なにこれ、ギミックステージですか、これはもしかして。やられた。ブラックマは体力はあんまりないと思うんですよ。なので、にゃんこ砲をレーザーに変えてみます。いざ出陣。猫ボンバーを外して、猫クリーナーを入れました。さっきどのタイミングで出てきた。いや、もう来た。あ、今来た。ミサイルがまだ溜まってない。持つか。消えた。急げー。次のが出てくる前に。どうしようどうしよう。大丈夫か。大丈夫か。え、来られちゃう。ミサイル発射。今だ、急げ。よし、ライオンよくやった。しつこいぞ。
勝ちました。ありがとうございます。続いては避難者の群れ、いざ出陣。え、最初はニョロ。ニョロで油断させておいてのって感じ？まず、お金貯めましょうか、じゃあ。ちょっとね、できるだけ、ここでお金を稼ぎましょう。早速ですが、ガネーシャを、1回目のガネーシャ出しました。出たー！コブヘイ！コブヘイと師匠ですね。あー、なんか続々と出てきましたよ。大型がガネーシャしかいませんが大丈夫ですか？なんかね、ガラス猫も入れたかったりとかしてね、こうなったんですよ、編成が。あー、ガネーシャ、ガネーシャ消えた。ガネーシャ2人目出ました。ちょっと距離が近いぞ。ちょっと懐に入っちゃってるんじゃないの、ガネーシャの。あ、師匠消えました。でもコブヘイもムキになってます。あ、ガネーシャ消えた。間違ってね、間違ってネコボンのパパ出しちゃいました。どうしよう、ガネーシャがさ、もう一回出るまで持ちこたえられるかな。てか、お金がない、お金がたまらない。どうなる、どうなるの。コブヘイを倒したいんだけど、お金がたまらない。やっと来た、ガネーシャ。ちょっとみんな守って、ガネーシャ守って。あ、よかった。3度目の正直、3度目のガネーシャ。一発目でコブヘイさんがいなくなりました。勝ちました。続いては異性生態調査団、ではいざ出陣。ここはね、メタルな敵が出てくるようなので、メタル向けの編成にしてます。お、ほっとした。猫ジュラーがね、一発目で言ってくれたらいいんだけど、クリティカルがね、なかなか出ない時で、なんか不安になってきますよね。ギャラクシーニャンダム、大五郎行きました。ここはちょっと猫カンカンと猫クール、ギャラクシーニャンダムを倒してください。よし、ギャラクシーニャ、いつからそこにいたの？ねえ、クマンチュいつからそこにいたの？城が壊れたようです。勝ちました。では続いては学園の生き物たちへ、いざ出陣。来た来た来た、スピードが速いのが来たよ。ラーメン頑張れ。なんかいろんなね、
天使も黒も出てくるっていうことで、眉毛撮り用の浮いてる敵用のねキャラは入りきりませんでした。さあみんな、いけいけ。出た、イノエンジェル。黒沢監督が後ろで悠々とワインか何か飲んでます。なんか猫クラシック頑張ってるようですか？猫クラシック頑張ってるようですかって誰に聞いてんの。みんな頑張ってます、みんな頑張ってます。よし、いいぞ。あ、イノエンジェル消えました。あとは黒沢監督です。黒沢監督消えた。無事勝ちました。では続いては環境保護団体。何を保護するんだろう。コンボ I love Japan。 うわ、カルピンチョ、カルピンチョが来たよ。まあカルピンチョもね、絶滅の危機に瀕している動物かもしれないしね。どのぐらいいる生き物かわかんないからね。カルピンチョは保護しなくていいよとは言わないけどさ。あ、なんか変なアンコウが出てきた。変なアンコウが出てきたぞ。うわー、赤い目をしたゴリも来て。まずいぞ。I love Japan コンボのメンバーも出して全力で行ってます。なんだこのアンコウ。あれ、まずいです、まずいです、ちょっと。え、では今度こそいざ出陣。アイラブジャパン攻撃力アップをやめまして、お金を早く貯めたいので招き猫を入れて、その予算を少なくするために前田刑事をデリバリーに変えました。あとアンコウのね力がどのぐらいあるのかよくわからないので、カオランパサランをガネーシャに変えてみました。出た。でも大丈夫、きっと大丈夫。負けた時の編成と比べまして壁を増やしたので、75円の量産壁を生産時間の短い75円の壁をどんどん出して、クロノスとガネーシャを守っていきたいと思います。これ足止め食らってるのはアンコの力かな。アンコ今回初めてじゃないのかな、会ったことあったかな。とにかくちょっと数で勝負を仕掛けてます。あれ、アンコ消えた、アンコ消えたっていうか消えてた、アンコ消えてた。勝ちました。初クリア報酬猫缶とリーダーシップいただきました。ありがとうございます。この調子でね、レジェンドストーリーどんどん進んでいけたらいいんだけどな。最後までご視聴ありがとうございました。